ネーム明治時代の小説家二葉亭四名はくたばって四名をもじってつけられたとか。今週は新しく引っ越してきた推理小説家をめぐるエトセトラエトセトラ。ウェディス Life is beautiful brought to you by NTT 都市開発。取材ですか？ええ、構想中の小説で料理教室の場面を書きたくて。え、どんな内容なんですか？犯人は？8階の香里さんです。好奇心旺盛な人。そして山田さん、いえ、上高地純さんの大ファンです。まだ何も決めてません。料理教室を拝見しながら考えたいと思ってます。わかりました。生徒さんたちが OK なら私は構いません。ありがとうございます。生徒を代表して私がお答えします。香里さん、いつの間にか料理教室の生徒になってました。料理教室が事件現場、そこへ警察の敏腕刑事、いや探偵かな、が捜査に乗り出す。あと被害者が最後に食べたのは料理教室で作った料理じゃなかったとか。どうですか上越先生？須藤さん、先生はやめてください。いやいや、大先生じゃないですか。私先生の本全部読みました。ありがとうございます。あ、氷で作ったナイフってどうですか？死体が発見される頃には氷は溶けてしまっててわからない。香里さん、台所には包丁やらナイフがたくさんあるでしょ。どうしてわざわざ氷でナイフを作らなきゃいけないの？だから証拠隠滅のために。ナイフがあったって指紋がなければわからないですよね。まあ、そうなんですけれども、私も嫌いじゃないのでつい話に乗っちゃいました。そっか、じゃあ凶器はキュウリ、あ、より大根がいいですかね先生？笑える推理者なら凶器は豆腐。豆腐？小さい頃親に言われなかった？お前のようなやつは豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえなんて言われたかも。被害者はダイニングメッセージを残してる。あ、ダイニングメッセージじゃなくてダイニング、台所だから。あ、すみません。先生のT-WAVE 殺人事件、面白かったですね。生放送中にパーソナリティが殺されちゃった時にはびっくりしました。ありがとうございます。あれ、別所哲也さんがモデルとばっかり。あ、それで高野さん、料理教室の参加代はいくらぐらいなんですか？うちは。ママ、ただいま。おかえり。おかえり、あかりちゃん。こんにちは。どうも。あかり、3階に引っ越してきた山田さん。光と書いてあかりです。いい名前ですね。あかりちゃん、山田さんの正体は推理作家の上高地純さん。え、上高地純って女じゃなかったの？違うのよ、びっくりだよね。まずペンネームから読者を騙そうと思ったんです。なるほど。どうして上高地純という名前にしたんですか？聞きたい。単純なんです。上高地が好きだし、妻の名前が純なんです。え、奥さんいらっしゃるんですか？私てっきり独身だと。結婚してもう10年になります。香里さん、分かりやすすぎだね。確かに本名の山田太郎さんより上高地純というペンネームの方がインパクトがあります。それにしても香里さん、山田さんが独身じゃないことが分かって意気消沈。何を考えてたんでしょう。ウェディス Life is beautiful 第31話、ペンネーム。脚本坂和彦、出演戸田奈穂、井森美雪、石井正則、宮間可憐、音楽横田明夫。明日の放送もお楽しみに。